かぐやは雲の海の東側を北上していきます。右手には直径715km の雲の海が開けています。縦に3つ並んだクレーターが見えてきました。壁が段丘状になっていて、中央丘を持つアルザケル。内部にいくつもの割れ目があるアルフォンスス。そして3つの中で最も大きく、直径164km のプトレマイオス。プトレマイオスの内部は平らで、たくさんの小さなクレーターがあります。